て歌って楽しい曲はありますか？はい、寒い日が続きます。いかがお過ごしですか？風邪をひかないように私は最近うがいをたくさんしております。今日は気軽に聴いて歌って楽しめる曲です。曲は待てというならという曲でございます。それではお楽しみくださいませ。いかがでしたでしょうか。三味線の曲には聴いて楽しい、そして歌って楽しい曲もたくさんございます。三味線との出会いはメール通信からもしていただけます。下の概要欄から飛べるようにしておきますので、メール通信もぜひご活用くださいませ。それではまたお目にかかりましょう。